通してね、自分はね、立ったまま安定感あるヘディングするっていう。さあ、切り替えから大阪、そして南野、ここで、あー、いたー、OK! やっぱそうだよね、5バックに対してね。あ、逆に攻めさせちゃうみたいな話してたよな、俺。この間の日本代表のベトナム戦のね、一番最初に作った動画に。攻めさせちゃえばいいんだよね。よかったね、でもこれ決まって。さあ、ああ、ベトナム。あれ、ベトナム側に日本のユニフォーム着てる人たちも結構いるね。